くくり川は岐阜県蟹市くくりを流れる木曽川水系の川。岐阜県蟹市の東部、くくり付近より源を発する。市内を横断するように西へと流れ、広みで蟹川に合流する。上流部には日本のダムとして最初に完成したロックフィルダムである小渕ダムがあり、周辺は公園として整備されている。2003年4月、 くくり川の水源にほど近い新滝が、ほらため池で、魚釣り大会のために放流した魚が、大量死するという事件が発生した。調査の結果、上流の、東海環状自動車道トンネル区施残土処分場、で、土中に含まれるキ鉄鉱と雨水が、化学反応により、硫酸が発生し、残土に含まれるカドミウムや、亜鉛などの重金属類を溶かして流出したことが、 水質汚濁の原因であると判明した。国土交通省は処理プラントの設置や、袋工事などの対策を実施したが、住民グループ側は、対策は不十分として全量撤去を求め、2006年3月に国土交通省と加にし、土地所有者のゴルフ場を相手取り郊外調停を申請した。しかし、岐阜県郊外調停委員会は2回の審査会を、 開催した後の同年10月に、当事者間に合意が成立する見込みがないとして、調停を打ち切った。現在も、残土処分場からは、重金属を含んだ強い酸性の水が発生しており、処理プラントにて中和した後にくくり川に排水されている。なお、処分場は、正式には、カニシ公共残土ストックヤードという名称だが、ストックヤードとしての実態はなく、 事実上の埋め立て地であったことが判明している。ありがとうございます。